男子ソフトボールで日本の頂点に立つ平林金属ソフトボール部、日本代表でも活躍する注目選手を紹介しましょう。自己紹介をどうぞ。はい、背番号52、ショートを守ってます宇根良雄です。平林金属男子ソフトボール部の52番宇根良雄選手、25歳、ポジションはショートです。出身は沖縄県読谷村、大学時代は岡山の環太平洋大学でプレーしました。大学の先輩がいた縁もあってキラキンソフトボール部に入部し、現在4年目、日本代表でも攻守に活躍しています。今シーズンはすでにホームラン4本ですか？最初だけなんでまだ油断とかはできないですけど。この好調の理由っていうのは何か感じてますか？まあ、今年は自分はタイトルを、まあ、個人タイトルを取るんだっていうのを、まあ、その4年間で初めてこう決めて入った年なので。狙っているタイトルは、まあ、現時点でホームラン王と打点王と首位打者とベストナインの4つを目指してます。シュアなバッティングで日本代表のリードオフマンとも呼ばれる宇根選手、守備でも華麗なプレーを見せますが、その素顔はお茶目な面もある様子。そこで宇根良雄選手をさらに詳しく知る丸バツクエスチョンです。岡山に来て驚いたことがあります。チームの良さが一言で言えます。誰にも言っていないプレーのコツがあります。あ、間違えた。バツで。バツ、はい。実は今悩みがあります。ありますね、はい、ありました。私にはソフトボール以外の趣味特技があります。はい。私は見た目とギャップがあると言われます。私の秘密、ここだけで教えます。バツですね。私はふるさとの自慢が3つ言えます。はい、あります。日常生活で気をつけていることがあります。はい。最後に、私には夢があります。はい、ありがとうございました。岡山に来て驚いたことがあるということですが、これは何でしょうか？と、自分大学から岡山に来たんですけど、環太平洋大学ですね。はい、IPU 環太平洋大学に入学したんですけど、うん、その大学がある場所がもうこんな感じだったんですよ、山の中で。そうですね。で、その試験というか面接を受けて、うん、ちょっと思ったよりちょっと田舎すぎてお母さん、ここでは無理かもしれないって本当に結構その時ナーバスになってたので、うん、でもその一日寝た時に、うん、いや、やっぱ自分行きますって言って、うん、その結局行ったんですけど。チームの良さが一言で言えます。丸、まあ、いい意味なんですけど、まあ、うるさいと。年齢がもう上では40いくつだったりで、下ではもう高校卒業の子が入ってきたりするので、年が離れてるのが当たり前な環境なんですけど、まあ、そのスポーツしてる時はやっぱり上下関係はまあいい意味で関係なく、言いたいことを言えたり、やりたいことをやれたり、いい意味で遠慮がないので、そこはとてもいいところじゃないかなって思ってます。誰にも言っていないプレーのコツがあります。バツ、自分よく守備でどうしてるんですかとか、チーム内でもどうやってやってるのとか言われることが多いんですけど、まあ、自分ショートを守らせてもらってるんですけど、まあ、その動きがお前は守備の時ダンスしてるみたいだなって言われるんですけど自分ソフトボール以外にもいろいろスポーツしてて、あのサッカーだったりバスケだったり小さい頃からやってるので、守備ではイメージはバスケの体の使い方を応用して、バスケットボールの動きをショートの守備に取り入れてる、はい。例えば右にも左にも打球が来ると思うんですけど、その例えば右にギリギリの打球を取った時に遠心力を使ってファーストまでやっぱり早く投げないと間に合わないので、そのままくるって回る時に、このバスケでもくるってこう右足を軸にしたり左足を軸にしたり回ってターンロールっていうのがあるんですけど、それを使ってその守備をしたりしているところがありますね。ダンスをしているようだと言われる宇根選手の守備、もう一度ご覧ください。ソフトボールの動きだけじゃなく、いろんな動きを応用してそのソフトボールにも活かせるんだよっていうのは伝えたいと思ってましたね。続きましては、実は今悩みがあります。丸でしたけれども、自分沖縄出身なんですけど、
まあ、その暑さに弱くて、あれ その隠してたんですけど、その暑さに弱いっていうのは、でもチームメイトにもやっぱ試合が夏序盤、夏中盤とかになってくるとバレ始めて、暑くなってくるとちょっと調子を崩しちゃうんですか？崩しますし、あのプレーに結構影響が出ますね。集中力がちょっとかけるのが早くなっちゃったり、そのプレーの質が落ちたり体力面が落ちるので、結構深刻じゃないですかそれ。なのですぐ影があったらすぐ走り影に走り込みますしそれでか、宇根選手ソフトボール選手なのにやたら色白だなと思ったんですよ。日焼け止めは欠かせないですね、しっかり続きまして、私にはソフトボール以外の趣味特技があります、丸ということで、これは、はい、サッカーだったりバスケだったり、まあ、細かく言うといろいろあるんですけど、たくさん、まあ、代表的に自分が一番好きなのはサッカーとバスケがもうかなり好きですね。続いては、私は見た目とギャップがあると言われます、×。なんていうんですかね、自由が好きなので、もうそのまま雰囲気に出てるってしか言われないので、自由な感じですね。自分はお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん もうそんな感じなので、周りも自然とそんな感じなので、やっぱこっちに来てからよく言われますね、ゆっくりだねとか。でもこっちの人が多分自分的には急ぎすぎてるんじゃないかなって思うんですけど、なるほど、電車とかがあるからそういうのがあるのかなって思うんですけど。正当化しましたね今、はい、沖縄電車ないので、なるほど、時間とかはあまり気にしなかったですね、高校の時とかは。大学以降ちょっと大変でした ね、最初の、はい、もうチームの集まりの電車乗り遅れて一人で行ったので乗り方が分からなかったんですよ、電車のこうカシャーみたいになるじゃないですか、みたいになって、もう電車が目の前、そのチームメイトが乗ったのをこうやって見て次の電車に乗っていくっていう電車の乗り方が分からなくて遅れたんですか？遅れましたね、時間には間に合ったんですよ。ただこの買い方とか、この改札っていうんですかね、通り方が分からなかったので、県外の大変さっていうのを初めて痛感しましたね、その時に。苦労されたんですね。はい、かなり苦労しました。私はふるさとの自慢が3つ言えます。はい、沖縄県読谷村。はい、自分沖縄県の読谷村で、まあ、育ったんですけど、まあ、3つ、まあ、1つ目はやっぱり皆さんご存知の沖縄の有名なものといえば紅芋タルト、まあ、読谷村なんですけど、紅芋タルトが有名で、もう1つも有名なんですけど、やっぱり綺麗な青い海が魅力なところがありますね。自分も暑かったらすぐ飛び込みに行けたりするので。いいですね、青い海に。はい、そこはいいところだと思いますね。はい、3つ目は自分読谷高校出身なんですけど、その読谷高校の OB、まあ、かぶってはないんですけど、 OB に歌手のキロロさんがいるんですよ。ベストフレンド、ベストフレンドだったり、長い間もう卒業式でも歌ったんですけど。何の歌を？そのベストフレンドですね。ああ、そうなんですか、はい、日常生活で気をつけていることがあります。めちゃめちゃシンプルなんですけど、水を毎日3リットル飲むということは、もう何年ですか、大学の時からずっと続けてるので。これやっぱり代謝を良くするとか。そうですね、もう代謝を良くするっていうのがもうそれだけって言っても過言ではないぐらい。最後に、私には夢があります、丸。これは自分今4年目になるんですけど、その全ての大会を優勝したことがなくて、まあ、5冠、5つの大きいタイトルがあるんですけど、5冠をしたことがないので、その5冠をぜひ取ってみたい。4冠まであるんですけど、5冠は1回もないので、今年是が非でも5冠を取りたいと思ってます。まだまだ宇根選手に迫ります。それでは宇根選手の宝物を紹介してもらいます。何でしょうか？はい、自分の宝物はこのソフトで使ってるんですけど、オークリーのサングラスですね。かっこいいですね。ありがとうございます。こだわりはどんなところですか？まあ、その配色も、まあ、そのシンプルに、まあ、白が好きっていうのもあるんですけど、まあ、沖縄出身なので青も入れたりしたのがこだわりですね。ソフトボール選手にとってこのサングラスっていうのはどんな意味があるんでしょうかね？まあ、例えばフライボールが上がった時にその太陽の眩しさを防いだりっていうのもありますし、やっぱり日差しってこう反射して目に来るので、その疲れとかって来るらしくて、まあ、その、まあ、変更用のサングラスなんですけど、その照り返しも防ぐようにしてるので、そこにこだわりがあるかなと思います。
それでは宇根選手の大切にしている言葉を紹介してもらいましょう。自由奔放っていう言葉を、まあ、自分そのものみたいな感じな言葉なので好きなんですけど、うん、従来の考えに縛られないみたいな、そんな意味もありそうですね。ソフトとかでもそうです。そちらの意味が多く含まれてますね、うん、なのでプレーとかにもそういうところが出てると思います。今までない考えで練習に取り組んだり試したりっていうのはもうずっとしてきたので、もうこの言葉通りみたいな感じですね。それでは残る今シーズンの意気込み最後に教えてください。やっぱり全勝を狙ってるので、まあ、1試合1試合気持ちを切らさず、まあ、その延長線上に優勝があると思ってるので、それも見越しつつの、まあ、個人でもタイトルを取っていきたいと思ってるので、そこが自分の今シーズンの目標ですね。今回は平林金属ソフトボール部の宇根良雄選手に話を聞きました。応援よろしくお願いします。